獅子形に、に。ところで成親と同期こそ違え、志を同じくする者はまだ幾人かあった。彼らがいつも好んでより集まりの場所にしたのは獅子形にである。これも同志の一人、俊寛の山荘である。ここは東山のふもとにあり、あとは三井寺に続いた要害堅固なところで、こういった陰謀を企むにはまさにもってこいの場所だったのである。ある晩、後白河院がお忍びでここをお出になり、話がいつか平家に対する不満から次第に平家を葬る具体的な話になりそうになってきた。後白河院のお供で席に連なっていた条件法院は思慮深い男であったから、まだこの種の話し合いはすべきでない、それに高人数が多くてはどんなことで漏れるかわからない、とにかくことは慎重に図るべきだと一座を眺め回していった。お互いがまだ腹の探り合いをしている最中だから条件の言葉はもっともなのだが、他の連中はなんとなく尺に触る。成親などは顔面蒼白になって立ち上がり、条件に詰め寄ろうとした拍子に着物の袖が触れて、前にあった兵士が倒れた。どうしたんだ成親。後白河院も座のしらけた様子に、少し腹立たしそうに成親に言った。いや、兵士が倒れたのです。めでたいことではありませぬか。遠い側妙の思いつきである。途端に院の顔色がさっと晴れやかになった。何か茶番でもやらぬか。院のお声がかりで、兵半顔安頼がついっと前に出てきた。あまりに兵士が多すぎて、酔いの回るの早いこと。はてさて、どうしたものじゃろか。俊寛がすぐ後を受けていった。首を取るのが一番じゃ。最高奉仕は、そう言うとたちまち、兵士の頭を切り落としてしまった。これには一座が拍手喝采で、後白河院もすこぶる機嫌がよかった。条件だけがあまりのたわいなさに怒りもできず、押し黙っているだけであった。これまでのところ、名前のわかっている陰謀加担者は、近江の中将入道連城、俗名成政、法性寺の修行俊寛僧図、山城の神元兼、式部の大夫正綱、平半願安頼、総半願信房、新平半願助行、摂津の国源氏、ただのクランド行綱といった連中で、他に北面の武士が多かった。この中で俊寛というのは、京極の現大納言賀春の孫であるが、この賀春が気功の多い変人として知られていた。武士でもないのに気性の激しい怒りっぽい男で、むしゃくしゃしてくると自分の屋敷の前に人を通させないというような、とにかく変わった男だった。この祖父の血は俊寛にも脈々と続いていたらしく、僧侶といっても頭を丸めているだけの話で、彼は荒々しい気性といい、人を食った傲慢さといい、
祖父にそっくりで陰謀好きの事件屋であった。この企みに多く加わっていた北面の武士とは白河院の時に初めて置かれたものだが、この時代になると相当羽振りを利かしたもので、中には5位以上に除せられ昇殿を許されたものもあり、苦行苦行とも思わぬ連中が多かった。中には知遇に優れ実力で地位を固めていく者も何人かあったが、故小納言入道新勢の家来で諸光成影などもひときわ目立った才能のある武士で、それぞれ左衛門の城右衛門の城になったが、新勢が殺された時同時に出家して名を改めた。この諸光が最高であり、成影が最慶である。川の戦、安元三年三月五日、藤原諸長は太政大臣、その後重盛が内大臣に任命された。当然内大臣になるべき大納言定房を超えての栄進であった。ところで話は二年ほど遡って、安元元年加賀の神に任ぜられた諸高という男があった。彼は例の最高の息子である。この男、人を人とも思わぬ暴君で、加賀の一円に暴政の限りを尽くし、悪評ふんぷんたるものがあった。ところで、この弟の諸常が、また兄貴に輪をかけたような乱暴者で、加賀の大官に任ぜられた時、鵜川という山寺で僧侶がお湯を沸かして浴びていたのを見つけると、あっという間に入り込んできて僧を追い出し、自分が浴びた後で馬を笑わせるようなことをやった。怒った坊主たちは不法侵入をなじって追い出そうとしたが、諸常の方も意地になっているから弓矢にかけてもと頑張って動こうとしない。坊主たちも今はこれまでとたちまち居合い切り合いが始まったが、諸常の馬が足を折り、どうも戦況も不利なので、諸常はまず総勢を収めて退却した。夜になると今度は新たな加勢を千四人引き連れ、一つ残らず寺の内を焼き払ってようようと引き上げた。寺を焼かれてこのままおめおめ引き下がる山寺の坊主ではない。まして鵜川は加賀の国にその由緒も古い白山神社の松寺なのだ。7月9日、白山三社八院からなる2000余りの僧兵は、智釈、覚明、宝大坊、小智、学音といった禅寺切っての老僧を先頭に、諸常の館目指して押し寄せてきたのである。明日の夜明けを待って総攻撃ということに決まった。両者はただじっと静まり返ったまま、時の過ぎるのを待っている。暗い闇の中に時折稲妻が走る。その度に兜の星が嫁にもはっきりキラリキラリと輝くだけで、人の
そよとも動く気配も感じられないのが、一層不気味さを誘う。館の高窓から、この様子をちらりと見た諸常は、戦わぬ先に、臆病風を起こし、こっそり夜逃げして、京へ行ってしまった。あくる朝、待ちかねた一同が館まで来てみると、中はもぬけの殻である。人の子一人、姿が見えない。歯ぎしりして、口をしがった僧兵たちは、白山中宮の神輿を振り立てると、山門に訴えようと、比叡山に行進を開始した。昼夜兼行の強行軍で、8月12日、比叡山の東坂本に神輿が到着すると、何の前触れか、北の空から雷鳴がとどろき、いつしか都の空にも広がり、雪が降り出して、みるみる山上から洛中くまなく真っ白になってしまった。白山の神輿を迎えて、いやが上にも士気の高まってきた比叡山三千の僧、および白山七社の神官たちは、日夜、祈祷に専念すると同時に、諸鷹の流罪、諸常の禁獄という二大要求を掲げて、朝廷に早期採決を迫った。しかし、その祭壇は、一日延ばしに延びて、一向に御沙汰の様子がなかった。心ある苦行らも、陰では成り行きを心配し、とにかく敵に回したら、うるさい山門のことだし、昔から山門のことでは、幾多の重臣がひどい目に遭ってるんだから、諸鷹ぐらいの人間なら、さっさと山門の要求を入れてしまえばいいのに、という意見もあるのだが、なまじ公にことを持ち出すと、どんな目に遭うかもしれず、我が身かわいさに、みんな口をつぐんでいるのであった。